藤村のシュート、先制金沢、52分です。あ、よく拾いましたね。杉浦ふわっと浮かして島津、1分後素晴らしい金沢連続ゴール、0対2。通りました、戻る方からもう一本渡辺、中には3枚、杉浦シュート、決めた。今シーズン8点目、制限金沢先制。ニアに来た中央、もう少しヘディングシュート、2点目。奪ったのは石尾、金沢に来て初ゴール、今シーズンの初ゴール。一方山根を走らせる、山根オープニングゴール、なんとなんと開幕キックオフから1分経たないところ、最初のシュートが先制点。山根とはこちらは島津から、島津前を向く、一気にシュートに行った、サイドネット、先制ゴールは金沢。いや、振り抜けましたね。今度はどこに合わせる、今度も中央だ、ボールがまだ浮いている、ポドルコ、ゴール前は決まったか、うん、足を出したのは金沢大石です。庄司選手が残ってたというような判断だったんですね。ここですね、そうですね、